はい、それでは文法用語解説、引き続きやっていきます。今回は時制の一致です。時制の一致、よくこれも耳にすること多いと思うんですけれども、具体的には何なのか。主節の動詞が過去形のとき、それに合わせて従属節の動詞を過去形もしくは過去完了形にすることを言います。主節っていうふうに言ってるんですけれども、まあ、イメージメインの動詞と思ってください。で、従属節、これ難しい言葉なんですが、サブの動詞と思ってください。例えばこんな文章。I know that he is a doctor っていう文章があります。見ていただいたら分かる通りですね。ここに動詞って言って、二つ動詞ありますよね。これ、いかがでしょう？どっちの方がこう文としてのメインの動詞になるでしょうか？うん。まあ、こっちなんですよね。こっちがメインです。ね。こっちがサブなんですよ。で、これは、こっちもこっちも両方現代形なので、どっちにしなくていいです。普通の文章ですね。で、次の文章を見てください。I knew that she was a doctor ということで、今回ですね、見ていただいたら分かる通り、メインの動詞が脳から入に過去形になっています。で、それをそのままにしておくとですね、こっち、メインの動詞が過去形で、サブの動詞が現在形という形で、時制のズレが起きてしまうんですね。で、それは良くないよねっていうことで、メインの動詞が過去形になったら、サブの動詞もそれに合わせて過去形にしようねっていうのが時制の一致です。いかがでしょうか。別のパターンも、お話していきます。次です。元の文章は一緒です。次の文章ですね。次の文章、ごめんなさい、元の文章違いましたね。元の文章は、ここが元々過去形になっています。ね。メインとサブの関係は変わっていません。メイン、サブ。なので、訳としては、私は彼女は、医者だったことを知っている。医者だったのは昔、知っているのは今という状況になります。で、それに対して、ここが過去形になる、脳がニューになるとどうなるのかっていうと、これをそのまま、にしてしまうと、元々の文ではですね、ここで時制のズレがあるわけですね。こっちは現在形、こっちは過去形っていう風にズレがあったものが、こっちが過去形、こっちが過去形ってなると、時制的に揃ってしまう。それ良くないよねっていうことで、現在形、過去形だったっていうズレをもう一つずつ下ろして、こっちを過去形、こっちを大過去、つまり過去完了形。これはハドプラス過去分詞ですね。ハドプラス過去分詞。にするよっていうことです。それがこの文章です。I knew that she had been a doctor.ここの元々過去形だったやつをさらに下げて過去完了形、ハドクロス過去分詞にしています。時制に元々の文でズレがあったらそのズレを埋めちゃいけないよ。もう一つずつ下げようねっていうことですね。次です。右側ですね。He knew that the earth goes around the sun. これ見ていただいたらですね、メインの方がこちら過去形になっています。new。で、サブの方が goes って言って現在形になっています。で、これおかしいよねってなるわけですよね。メインの方が過去形なのに、サブの方が現在形っていうのは、まあ、英語では普段見ない形なんですよね。こっちのように、new になってるんだったら、ここを過去形にしないといけないよねっていうのが、まあ、一般的なんですよ。ただですね、ここの、その中身、ね、この従属節の中身のお話っていうのは、the earth goes around the sun という形で、地球が太陽の周りを回っているっていうね、そういう文章になるわけなんですが、こういったことを普遍の真理という。普遍の真理というのは、昨日、今日、明日で、急には変わらないような、ずっと変わらない事実について、述べるときに言う言葉です。普遍の真理。真理っていうのは、常にこれ現在形で表すっていう、現在形で表すっていう、英語のまた別のルールっていうのがあるわけなんですね。なので、ここにも書いてあるんですけれども、普遍の真理は時制の真理。なので、こっちが過去形とかね、そういうか過去形とかね、そういう風になったとしても、ここは現在形のままでいいよっていう、お話もあります。まあ、普遍の真理についてもね、別の動詞、動画でも少し触れたことがあるんですけれども、まあ、例えば1たす1が2になるとか、まあ、そういったものも普遍の真理の一部でございます。そういった例外はあるんですけれども、基本的に、まあ、本当にここにある通りです。メインの動詞が過去形だったら、その過去形に対して、サブの動詞というものが、一致している場合はそのまま同様に過去形にしてあげる。で、元々の文で時制的なズレっていうのがあった場合には、過去完了形にしてあげるっていう作業のことを時制の一致と言います。はい。今回は以上です。ありがとうございました。